お母様が私の様子を見に来るって。ペルセポネ先生が私に会いに来るのか。私に会いに来るんだってば。先生は私の師匠であり、親であり、姉であり、子供でもある。いや、姉まではわかるけど。私が人間界で立派にやっている姿をお見せしなければ。えらく張り切っちゃって。先生はそれだけ大きな存在なのね。人の言うこと聞かない邪神ちゃんが、先生の言うことだけはおとなしく聞くからな。ようこそいらっしゃいましたの、先生。ミクの宅配便です。マイラは死んだよ。おねよしろ。次はロースジンのとこね。チョコレートケーキもらえるといいな。ただの宅配便でしたの。もしかしてこの中に入ってるんか。そんなわけないだろ。先生待ち遠しいな。いつ来るんだろうね。早く来ないかな。ねえ、あの部屋の隅にある黒い影のことだろう。さっきからずっとあそこにあるけど。何なんだ。お、そんな話をしているうちに形がはっきりしてきましたの。実体化に時間がかかってしまったわ。まさか影が先生になるなんて思わなかったでしょ。みんな驚かせようと100年に一度しか使えない技で登場しちゃった。先生、力を使いすぎたわ。少し休ませて。キツネ様、ありがとう。落ち着いたわ。はじめまして、邪神ちゃんの先生のペルセポネです。あなたがユリネちゃんね。邪神ちゃんがお世話になってます。これ、お土産。ん？うちのケルベロスの爪で作ったナックル。ユリネちゃんは武器が好きだって聞いたから。かっこいい。最高にクールだわ。あ、申し遅れました。花園ユリネです。それにしても変わった登場の仕方ですね。普通に登場したんじゃつまんないでしょ。先生ったら相変わらずお茶目ですね。だな。しかし変な現れ方するから再会の感動が薄れちまいましたの。久しぶりね、邪神ちゃん。元気だった？う、先生会いたかったでした。あなた、ユリネちゃんに全然勝てないそうね。いや、なんか勝てないっていうか、勝たせてあげてるっていうか、人間相手に向きになるのも大人げないかなって。そもそも先生がドロップキックを完璧に伝授してくれていたらこんなことには。私教えたよね。は、教えてもらってねえし。原作ハッカーに載ってるでしょ。な、知らねえよ。アニメじゃやってねえだろ。もうアニメで私の扱い適当にしてるからだよ。めたいわね。何にせよ、なんとなくだけどあなたはユリネちゃんに勝てないから諦めなさい。先生はいつも戦いは最後まで諦めるなとおっしゃっていたではないですか。諦めが肝心だとも教えたわよ。ならば先生も共に、私と共にこの女と戦ってください。この女だと。いや、あの、この女性の方と。指発表。指がビンガゲー。チキンビンガゲー。チキンフィンガーはあんたの最近の好物でしょ。なんだかんだで仲いいよな。でもまあ、チャレンジすることはいいことだから、これからも勝てるように頑張りなさい。頑張るの、諦めるの、どっちが。では私はここで失礼するわね。もう大丈夫よ、また来るから。魔界教育委員会からの辞令でしばらく滞在することになったの。人間界の子供の生活も勉強してきなさいってね。はーい。
よかったな、ペルちゃん。ちなみに滞在先はどちらなんですか？アイアンコマンドっていう児童養護施設よ。うん。今日はその挨拶も兼ねて人間界に来たってわけ。滞在の準備ができたら改めてまた会いに来るからね。それじゃあ。先生しばらくいらっしゃるみたいだし、よかったね、写真ちゃん。それよりチキンフィンガーをおごってくれ。確か児童養護施設チキンフィンガーってリエールがいるところよね。チキンフィンガーじゃなくてアイアンコマンドだし、あんたのが映っちゃったじゃない。ニエリ、なんだこの胸騒ぎは。リエルちゃん大丈夫？唇青いよ。え、あ、私元から唇青かった気がする。青くないよ。どうしたの？様子が変だよ。大丈夫。はい、みんな集合。あ、今日から皆さんと生活する春日井花子です。よろしくね。わー、新しい人だ。お姉さんいくつ？胸騒ぎの原因はこれか。リエルちゃん、あら、あなた顔色悪いけど大丈夫？なんでお前が。まずい。先生、リエルちゃんの顔と唇が青いです。ほんとだ。お部屋で休んだ方が良さそうね。うん、あ、私が連れて行きますね。さ、リエールちゃん、一緒に行きましょう。どういうつもりだ、ペルセポネ。魔界から私の監視命令でも出たのか？私は自分の意思で来ただけで、展開は関係ないぞ。久々の再会なんだから、もっと喜んでよ。私は人間界の子供たちの生活を勉強しに来ただけよ。たまたま同じ場所だっただけ。どうだかな。なんだよ。それにしてもずいぶん可愛らしい姿になっちゃって。ふっ、子供の頃思い出すわね。やめろ。お前との思い出はろくなことがない。親友にそんな言い方ないでしょ。それは天界にいた頃のお前だ。魔界に親友などいない。まあ、お互いに何を考えて人間界に来たのかは今は置いておこう。私はここで子供として生活しているのだから、そのつもりでな。なるべくここの人間たちに迷惑をかけたくない。わかってるわよ、リエルちゃん。具合大丈夫？うん、もう平気。よかった、唇青かったから心配したんだ。そんなに青かった？半端なく青かったよ。あら、もともと青くないじゃん。花子さん、ありがとう。ほら、リエルちゃんも。ありがとうございます。どういたしまして。それじゃあ私はこれで。また具合が悪くなったらすぐ言うのよ、リエールちゃん。花子さん、いい人でよかったね。厄介なことになったな。何よりもあいつの前で子供を演じなければいけないことが恥ずかしい。リエールちゃん、またちょっと唇青くなってきてるよ。リエールちゃん、すごく面白いもの見つけたんだ。見に行こう。面白いもの？面白い。